ライフサイエンス統合データベースセンターの中里と申します。名前がずれますが、中里と申します。これはModDB っていうサイトで、今日の講習会の内容はここの、ここに書いてあることに従って、進めます。で、今日話すのはここのシーケンスリードアーカイブ、スターベイの活用術、その統計と検索っていうやつで、実際の中身はここの内容っていうところをプリントしてください。このページ出てないからって言います。大丈夫ですか？皆さんお手元のパソコンとかで。じゃあ行きますけれども、ちょっと近くしたらいいかな。シーケンスリードアーカイブ SRA の活用術、その統計と検索という話をします。で、SRA って何ですかっていう話なんですけど、シーケンスリードアーカイブっていうデータベースの名前です。で、何のデータベースかっていうと、今伊藤さんからの話がありましたけど、次世代シーケンサーっていうのが、この後ちゃんと話しますけれども、機械があって、でそれでたくさん そのシーケンスのデータが出るんですね。 DNA 配列だったりする配列のデータが出るんですけど、それを集めたデータベースです。で、その中にたくさんの配列データがあるんですけど、今日はその配列データの解析というのはやりませんっていうのは、いくつか理由があるんですけど、皆さんお手元のパソコンだとその非力なので、そのこの時間内にできないとかいうのもありますし、あとそのデータ量でっかいっていうのもあります。あとその目的別にいろいろ解析の手法が変わるので、とても皆さんのですね、さまざまなご要望にこの時間でお答えできないっていう感じです。で、一応そのやり方だけはここに示しますけれども、この前ここで DDBJ っていう遺伝研でこの SRA の一端になっている組織ですけれども、そこの講習会がありまして、そこで、実際にやり方っていうのはスライドが上がってますので、ここを参考になさっていただきたいのと、あと後で個別に多少聞いてくださいという感じです。で、で次、じゃあそもそも実際シーケンサーって何ですかってすごい簡単なところからスタートして恐縮なんですけれども、まずこう表現からしていろいろあるんですけど、日本語でも次世代シーケンサーっていう言い方と新型シーケンサーっていう言い方があったりします。で英語でも、略称は大体 NGS なんですけれども、 Next Generation Sequencing っていう場合と、あとたまに New Generation Sequencing っていうのを広めようっていう方もいらっしゃって、ここが攻め合ってくるんですね。で、他に表現としてマッシブリーパラレル DNA シーケンシング、大量並列 DNA シーケンシングとかいう表現も、されることがあります。で、何が新型次世代なのかなんですけども、私もですね、2000年ぐらいが M1 で、その頃このやっぱし自分の部屋って魚のクローニングと魚で浸透圧を調べて、どういう遺伝子がそれをやってるんだろうかっていうのを盛んに、それこそクローニングって遺伝子配列を決めるっていうのをやってたんで、このシーケンサー使ってたんですね。で私が使ってたのはゲルイタ のシーケンスなんですけど、このですね、下のここはちょっと見ていただければいいんですけど、あんまり繋がってないかもしれない。こういうこのぐらいの60センチだったかな、60か70ぐらいのこうガラスの板があって、でこうやってアプライして48連とか、96ともあるんですけど、流していくと、こういうラダーのデータが出るっていうやつで、拡大したっていうか
勝手に写真をパクらせていただいたのがこれなんですけど、さらに拡大したのはここのウィキペディアのところにありまして、これも聞いていただきたいんですけど、ここに今まあ4つありますね。拡大できない。あんまり変わらなかったですね。後でちゃんと話すんですけど、大領地法っていうので、あのリボースって OHOH なんですよね。そこを両方あの領地にして H で止まるようにこう PCR して、で、まあ、簡単に言うと電気エイドして、で長さでフラッグ分けて、でここからずっと AGATATAT というふうに機械がバーッと読んでいくっていうような手法でやってました。で自分らはこういうゲル板でやってたんですけど、あのガラス板で SDS ページとかあの やったことあるとある方は分かると思うんですけど、そのこういうガラス板に上がる、上がるしかな、上がるしかないな、あの、まあ、なんか寒天みたいなのを入れるのがすごい大変なんですよね。で、その後ですね、キャピラリ型っていう、あの同じようにまあ PCR とかするんですけど、細いガラス管のところをこう吸わせていって、そこをこうレーザーで読み取るっていうのが出まして、でそうすると こういう技は皆さん、割とおなじみかもしれませんけど、ATGC によってその、出方が出方っていうか傾向のチャンネルっていうのが違うので、それを見て ACGT をこうバーッと見ていくっていうようなのが主流で、まあ、これでいろいろバリバリゲノムプロジェクトみたいなのが走ってた頃はこれでわしわし読んでたっていう感じです。でそこで、最近NGS その次世代のが出てきまして、なんかこれは北海道システムサイエンスっていうあのプライマーとかで私もお世話になった会社なんですけど、そこのホームページからパクった画像なんですけど、すいませんまず、仕組みからして違いまして、さっき言ったそのゲル板で流したりとかキャピラリでやるときっていうのは大領地法って言って、そのさっきも言いましたけど OH のところをあの H にして反応が止まるようにしてやってたわけですけども、次世代シーケンサーだとファイルシーケンシングっていう言い方するんですけれども、伸長するときにこうリン酸が抜けますよね。そのリン酸を ATP にしてする時の、まあ、なんかエネルギーを使って、まあ、光らすっていうような、私もちょっとうろ覚えなんですけど、まあ、そういう感じ の反応法を使っています。で、ここに図があるのは何かっていうと、これ実は同じところを写してるんですけど、ここで丸白丸でなってますけど、こう1個ずつ反応を進めていって、でここが緑だから T だったで、1回反応させてまたパシャって取ると、次は青く光ったから次は T だなと、でまた反応を進めてやって、こうパッて写真撮ると次は赤だったから C っていうふうに、こう1分子ずつ1反応ずつ進めていって、でそこの場所で、色がどうなったかっていうのをこうたくさん写真撮って見ていくっていうようなあのデータの出方をします。で今ここで書いてあるのはすごくすごくすごくクローズアップしたあの写真なので、ほんのなんか十何個か二十何個か のスポットしか見えないんですけど、これが実はものすごく広くて100万とかそういうスポットがあるっていうふうに考えてください。なのでえっ、ー、と超並列で読めるっていうことなんです。で、データの出方はもうちょっと後で説明しますけど、どんな機械かっていうのがですね、例えばこんな、で例えば
ものとか、例えばこんな機械になったりします。で、これ実はイラストなんですけど、さっき統合牧場っていうところで、美術制作っていうのがあったと思うんですけど、これうちのその統合牧場の RA さんがこんだけいろいろイラストを描いてくれています。バイオ細胞から実験器具から、オートクレーブとか、あと次世代シーケンサーとかがありまして、次世代シーケンサーはここにですね、もうカテゴリーとしてありますので、ここをですねクリックしますと、今3つだけここの右3つだけお見せしたんですけれども、他にも今回は拡大してお見せできなかった3つがさらにありますので、これを一番左にしますと、こういう感じで画像というかイラストがすで、に作っています。で、せっかく作ったので皆さん、作ったのはどうしてかというと、その皆さんにいろいろ使っていただきたいというのがあって、でここに CC by って書いてあるんですけど、CC というのはクリエイティブコモンズっていうライセンスの名前で、by っていうのは、その中もいろいろやり方があるんですけど、そのここの統合データベースだったり、そのプロジェクトで、作りましたよっていうのを宣言していただければ、この画像に限らず、この次世代の画像だったり、ここにある画像全部ですけれども、これらは自由に使っていいですよっていうライセンスで配布をしていますので、冬場にかけてどんどん学会も増えるかと思いますけれども、そのぜひこ のイラストをお使いいただければなというふうに思います。だんだん話がずれてきたので、また戻るんですけど、で続きまして、SRA というものについてお話をします。で、今その次世代 AC 検査っていうものを紹介して、でそこで何かこうデータが出てくるんだっていうのはなんとなくお分かりいただけたかと思うんですけれども、その SRA っていうのはこの NGDS の次世代のデータを集めているというようなサイトです。で、SRA っていう名前になってるんですけど、これはシーケンスリードアーカイブっていうものの略です。で、昔はショートリードアーカイブっていう名前だったんですけれども、それは、出てくる配列が短かったんですね。前はその古いやつだと、例えば私がやってた、ゲルイタだと500ベースぐらい読めたんですけど、この次世代だと30何インチ、長くなって30何インチとか、今も100とか出始めてますけれども、短かったのでショートリードだったんですけれども、長くなってきたからシーケンスリードにしようだというので、シーケンスリードアーカイブっていう名前に、なっています。じゃあ誰がやってるのっていうことなんですけれども、外系のデータベースとしておなじみの NCBA と、ヨーロッパでは DBA と、日本でもありまして DDBJ というところが、やっています。で、NCBI では SRA っていうデータベースの名前になってまして、で、EBI だと ENA、ヨーロピアンヌクレオタイドアーカイブっていう名前になります。で、日本だと DDBJ シーケンスリードアーカイブっていうの能力で DRA っていうのが、名前になっていて、一見ちょっと違うように見えるんですけれども、この NCBI、EBI、DDBJ で、データの交換を行っていますので、例えば DDBJ を見に行ったから日本のデータしかないのかなっていうと、そうではなくて、ちゃんとそのアメリカとかヨーロッパに登録されたデータも交換されて DDBJ から見られるし落とせるようになっています。ただそのアメリカとかヨーロッパだと個人情報のデータが入ってたりするのもあるんですけれども、簡単に言うとコントロールドアクセスっていうんですが、そういうものは交換の対象になっていないので、そういうのはNCBI に行かないと取れないっていうのはあったりしますけれども、配列データじゃなくて、こういう条件とかこういうデータで、
こういう実験条件で取りましたよみたいなのは入っていたりします。ところがですね、 NCBI SRA やめます事件っていうのがありまして、今年2月16日のこれ現地時間なんですけど、パッとですね、 NCBI To Discontinue Sequence Leader Trial on Peptidome っていうなんかアナウンスが出まして、 NCBI が、SRA 金かかるんだよねで、 NIH でその NCBI の上の上の組織なんですけど、そこもなんか予算どうにかせえっていうふうにオバマ政権から言われて、まあ、簡単に言うと SRA 予算なくなったんでやめますっていうようなアナウンスが出たんですね、2月16日で、自分なんかこの辺のデータをいろいろこう見てたんで、みたいな感じでどうしようどうしようみたいに思ったんですけど、一応その登録はやめますみたいな、実際に研究者から受け付けるところをフリーズして、どうやらデータベース自体は残るらしいってなって、多少良かったと思った感じなんですけど、その後で一応他の2局である EBI と DDBJ は、続きます1000人っていうのを出してくれて、まあ、なんとかデータ自体は残りそうだなと、今後も一応その登録とかもされるんだなということで、まあ、一安心したというのが半年ぐらいになりまして、でその後 NCBI の方も一応続けられます1000人っていうのを、まあ、出してくれて、まあ、なんか10月ぐらいで閉じるっていう話になったんですけれども、まあ、10月はなんとかなりそうですよみたいなアナウンスが出たりしました。でちょっと戻るんですけど、さっきも言ったんですけど、次第で出るデータって30何ベースが例えば 100万とかの個数出るので、こう今までそのこれはもう私の後内藤の方が喋るんですけど、NCBI とかではそのジェンバンっていうのがあって、ここは拡散配列のデータベースだったんですね。で例えばさっき言いましたけど、私魚で遺伝子取ってたので遺伝子の配列を決めると、ここのジェンバンクに例えば1キロぐらいの塩基配列が入るっていう感じだったんですけれども、次第のその37塩基のがわんさかわんさか来られるとジェンバンクとしても困るので、まあ SRA みたいなの出たわけですが、その目的として例えばゲノム読むとかそのいうものに関しては、その37塩基をつないで長くするので、長くしたものについてはジェンバンクで気をつけますよとか、あとその発現解析にも次世代シーケンサーを使うわけですが、そういう発現解析系はその今までマイクロアレイだったりもその発現のデータベースである GEO っていうデータベースに入れるように、まあ、実際にその今後の NCBI としてはこういう方針でいきたいですっていうことを言っています。私ばっかりいろいろ喋っててもですね、つまんないかなと思って徐々に頭とか手を使うようになっていきますけど、じゃあ実際にどのくらいのデータ量になるのかなっていうのをちょっと考えてみましょう。で私さっきゲルイタとキャピラリと次世代と3つ のシーケンシングの方法をご紹介したんですけども、そのデータ量がここに一応、まあ、ざっくり数字なんですけど書いてます。で最初に紹介したゲルイタだと1レーンで750ベースぐらい、これ私の経験上の今回の数字なんですけど読めまして、で48レーンある、これでも48レーンあるので、まあ、750×4、まあ、あとこの割るようにつけちゃったのは ACGT で4レーン使うので実際には、まあ割るようにかかるわけですけれども、まあ、こんだけキャピラリだと1回で750だったのが500になるんですけど、ここがまあ8倍だったかな、96連読めました。で実際だとここがかなり減りまして、まあ36、まあ、ここはいろいろそのシーケンサーの機械にだいぶよるんですけど、まあ、仮に36としましょう。で36あるんですけど、これが
40メガだから4000万ですね。4000万、さっきのスポットの数があるという感じです。でこれ掛け算するとどのぐらいかというと、例えばここをクリックすると出てくるんですけど、ゲル板だと9キロ、キャピライだと48キロで、実際だと 1.44 ギガと、こう桁が2つ、その単位としてこの接頭字が2つ上がっちゃってるんですけど、まあ、簡単に言うとすごくデータが出るんだなっていうのをここで分かってください。で、まあ、ここの数字はいろいろその機械によるんですけど、さらにその1回流すのだいぶ時間が変わる違うので、この数字はまあそれなりになんていうのかな、次世代がすごく多いんだなっていう感じで捉えてくださいっていうのがここでこうくどくど言い訳が書いてあるんですけど、であとここで出たのは塩基数なので、実際にその機械が出すのは画像データですから、さらにさらにデータの量が多くなってます。たださっき話した SRA というデータベースにはこういうさっきの画像のデータは入ってなくて、そこから読み取られた、シーケンスの情報と、あと実験の条件の、情報が載っています。でちなみにこの各シーケンサーの性能比較というのを使いまして、そこにある海山さんとかが昔やられたやつとか、あとここのセンターの川野さんが、作られた表が、これ Google ドックスなんですけど、ちょっと情報が古いところがありますが、こういうふうにちょっと細かいですね。細かいんですけど、一覧するのに何日かかりますとか、1回のリードでどのくらい読めますとかいうのがこう表になったりいうのがあったりしますので、まあ、参考までにしておきます。でじゃあ実際にどういう感じでその SRA でデータが入ってるのかなっていうのをちょっと皆さんに、見ていただきたいなというふうに思います。で、生物屋さんってなんかデータベース使うかなと思うとすぐ NCBI に行くんですけれども、今回は DDBJ のDRS アーチというのを使ってみましょうと。で、理由は2つありまして、1つはですね、さっきから言ってるんですけど、データの量が多いので NCBI から配達データを落とすのにこうギガとかテラとかいうのをアメリカから日本にダウンロードしなきゃいけないんですね。その配達解析までしようとすると、でそれはちょっとネットワーク的に遠いのでかなり時間がかかるというのがあったりします。であと、こっちの方が個人的な理由が大きいんですけど、インターフェースが DDBJ のかなり綺麗でよくできてるので、こっちの方が使い勝手がかなりいいです。ということで、皆さんもぜひここのですね DRS アーチっていうのを使ってみましょう。これが DRS アーチの画面になってます。で一番簡単なのはキーワードサーチがありますので、キーワードっていうところで、やるのが、簡単です。例えばですね、バリエーションとかいうふうに入れてサーチって押してみますと324個出てきました。で下にこういろいろリストで
ここに載っているのは、実際にどこにヒットしたかとか ID が何だとか、目的が何ですよとかデータの量みたいなのが載っています。あと誰が出したかですね。で、300いくつを全部見てもいいんですけれども、今回ちょっと絞り込みをしてみたいと思います。ちょっといろいろ画面動かしちゃいますけど、今バリエーションで検索しました。でここにフィルタードバイっていうのがあります。で、この説明は後でしますけど、とりあえずこのドキュメントタイプっていうところのスタディっていうところをクリックします。そうすると、まあ、何やらスタディっていうので、絞り込みがかけられています。でもう一個その生物種で絞り込みがかけられます。で、まあ、今回人にしてみましょう。ホモサピエンスっていうので、絞り込みをしています。そうすると、バリエーションで検索したうちのスタディかつホモサピエンスのデータが下に出てます。そうすると、このタイトルっていうところを読むと、例えばダイバーシティオブヒューマンコピーナンバーバリエーション&マルチコピージーンズとか、アンダースタンディングメカニズムのアンダーライン、ヒューマンジンエクスプレッションバリエーションズ、バーネンスキー検査のところ、いろいろデータが、30件かな。30件、出ています。ここいろいろ出てるんですけど、じゃあこの中身はどうなってるのかなっていうときに、ここのアクセッションとか、まあ、結果的に同じなんですけど、スタディのところをの番号をクリックしてみますと、その今見たもの、見たいものの詳細みたいなのが見られるようになっています。これ今一番上のヒューマンコピーナンバーバリエーションを見てますけれども、コメントとしてアブストラクトっていうところで、まあなんかこんな感じのことをやってるんですよみたいなので、あとまあディスクリプションにもまあ似たようなメソッド的なものが載ってます。あとその誰が出したであるとか、もしあればですけども論文パーメドのリンクもあったりしまして、もうなんかこのデータ面白そうじゃないっていう場合は右側にナビゲーションっていうところもあると思うんですけども、うかつにプレックしないでくださいよ。ここの FTPとかファスト Q とか SRA ライトってありますけれども、ここをクリックすると実際の配達データの取得まで、いけるようになってます。うっかりクリックしちゃうと、そのなんかもしかしてダウンロード始まったらどうしようみたいな、ギガとかテラとかみんなで一斉にダウンロードされると遺伝子が消えみたいな感じなので、帰った後でチラッと見てみてください。で、これは割とですね、シンプルなパターンなんですけども、今2番目をクリックしましたけれども、そうするとエクスペリメントっていうところがずらっと出てます。これは割と大きめなプロジェクトですね。で、シンプルな場合は1個ポチッとするとこのプロジェクトに関するスタディに関するデータを落とすわけですけれども、ものによってはたくさんあるので、ちょっとダウンロードとかも工夫が必要な場合があったりします。
で、さっきフィルターでとりあえずスタディっていうところをクリックしましょうっていうふうに、言ったんですけれども、それの説明がそこのところでして、SRA に入っているデータっていうのは配列データだけではなくて実験条件のメタデータと呼ばれるデータも入っています。でそれは6種類ありまして、今絞り込んだスタディの他にエクスペリメント、サンプル、ラン、アナリシス、サブミッションという3つのものがあります。で今絞り込んだスタディっていうのはプロジェクトが載っているデータです。例えば、今仮に言いますけど100人日本人のゲノム読むぞをみたいなプロジェクトを立ち上げたとすると、100人日本人読みますプロジェクトっていうのがここのスタディに。でこの下にエクスペリメントっていうのが出るんですけど、その100人読むぞっていうことは100人分、シーケンスがされるわけですが、1人目、2人目、3人目、4人目っていうふうに、簡単に言うと100個のエクスペリメントができて、下にこのさっきの読みます方の下にぶら下がるっていうことに。でこのエクスペリメントにはこういう実験しましたとか、こういうシーケンサーを使いましたとか、そういうものが情報として入ります。でその100人の情報っていうのはこっちのサンプルっていうところに入ってて、日本人なので、ヒューマンとかホモサピエンスとか、であと生物の ID が、96なのかなって書いてあったりとか、あとコメントとして日本人とかこういうのがちょっと書かれたりするわけですね。で実際に その配列っていうのがここの欄の下のデータファイルっていうところに収められるようになってまして、でこれらをワンセットとして1個の登録っていうことでサブミッションっていうのがさらに付けられる。でこれらに対して何か解析をするとアナリシスっていうのは別に付けられて、でそれの何か付録データも付く場合がありますっていうような仕組みになってます。なので多分皆さんは例えばすでにデータを探すときに、その どんなことで実験がされたのかなっていうのを探すと思うので、このスタディっていうところを中心にまず探していって、でそのスタディがどういうエクスペリメントができてるのかなっていうような探し方をされていくのかなっていうふうに。で今のは DDBJ でやっているものなんですけれども、 DDBJ で、やっているのはその DDBJ にデータが来るので、それの検索のところは作らんといけないわけですね。で、とりあえず検索できるようになっているわけですけれども、これは私たちの方でもうちょっと実験条件みたいなのを凝って見てやって、統計情報みたいなのを出してそこから検索できるようにも、しています。でそれはこの SRAs っていうものなんですけれども、こういうこのアイコンもさっき のイラスト描いてくれた人が作ってくれたんですけど、あとでじっくり見るんですけど、目的別とかシーケンサー別とか生物種別に、検索ができるようになっています。時間1かな。で今のその DDBJ で見たのと同じなんですけれども、とりあえず全部見るっていうのがここのまずは見てみるっていうところでして、 By Studies っていうところでクリックをしますと、見てくれはさっきの方がいいんですけれども、プロジェクトのリストが出ます。で今これは一番右のカラムにアップデートデートっていうのがありま
して話しているような気がしますけど、登録された日みたいな新着順で並ぶようになっています。でせっかくなので、いろいろ統計情報からいきますよと言っているので、じゃあ大規模なデータをたくさんデータ出しているのってどんなプロジェクトなのかなっていうのをやってみましょう。ちょっと欠けてるんですけど、タイトルがプロジェクトのタイトルがありまして、でここにこのスタディにぶら下がっているエクスペリメントの数っていうのが書いてます。この EXPS って文字で書いてますけど、ここをクリックするとここで相当できるようになってますので、クリックしてみますと、エクスペリメントの数はですね、26,285 っていう、誰がこんなにたくさん一度に見れるんだろうかみたいなプロジェクトがあるんですけど、タイトル何かっていうと、キャンサーゲノムアトラスプロジェクトっていうのがどうやら、まあ、多いんだなと。で、2番目がオーティズムシーケンシングコンソーシアム。オーティズムって自閉症っていうんだと思ったんですけど、こういうのが2番手かと。2番手は5000個のエクスペリメントからできていますと。ちなみにこういう並べ替え、私ちょくちょく見てたりするんですけど、前はですね、この 1000人ゲノムのプロジェクトのデータが多かったんですけど、だから前に誰かの紹介するときはこの1000人ゲノムが多いんですよねって紹介してたんですけど、だんだんこれのランクがですね下に下がってきてまして、ちなみに数的には600とか1000とかなんですけど、ただここをちらっと見るとですね、パイロット1とか3とかあるので、枯渇に比較はできないんですが、だんだんこの1000人ゲノムが下がってきてて、他のが上がって、っていうのがまた余談としてあったりします。なるほどなという感じなんですけど、で、先ほどちら見せしました統計値から探すっていうのを次に、見ていきます。いろいろその実験がされるわけで、次世代データで実験がされたわけなんですけれども、目的っていうのはいろいろありまして、ホールゲノムとか、まあ、トランスクリプトームとか メタゲノムとかリピチェとかだったりしますけれども、今このプロジェクトの数がですね6578、まあ、先週ぐらい の数字なんですけどありますが、そのうちも半分ぐらいがホールゲノム3500個で、次がトランスクリプトームで936個みたいな感じになっています。でこれを見ると、そのトランスクリプトームっていうのと RNA シークって何が違うんだろうとか思うんですけど、そこはなんか向こうは向こうなりに理由があってこう分かれているようです。あとその自分が思っこんなデータをこのカテゴリーだろうなと思って見てると、実は他のところにもピラッと入ってたというのがあるので、ちょっとまあいろいろ眺めてみるといいかと思います。今ここ青字で書いてますけれども、これものリンクになってまして、例えばエピジェネティクスのところをクリックすると、実はさっきの表でここに目的のカラムがあったんですけど、エピジェネティクスのだけがこうリストとして出るようになってたりします。で他にシーケンサーのシーケンサーで絞り込みができるようになってたりします。
で今ここに2つ並んでるんですけれども、左側はスタディ、プロジェクトの数です。で右側はエクスペリメントの数です。で簡単に言うと1個のプロジェクトでなんかいろんなシーケンサーで比較してみたみたいなのもありますし、その1個のプロジェクトで例えばイルミナとかでガーってたくさんエクスペリメントやって読んだとかになるので、まあ参考程度なんですけれども、こうなってたりします。で先ほどご紹介、伊藤さんがおっしゃったヘリコスはこの辺にありますので、例えばですね、ヘリコスっていうところをクリックすると、この下から2番目12番のところに先ほどご紹介いただいた話のデータが入っています。でエクスペリメントどんなかなとかいうのはちょっと細かいんですけど、実験のコンディションみたいなのはこのようなエクスペリメントのタイトルに。でさっきちょっと言い忘れたんですけど、ここに DRA とか DRP って、これはあの SRA のデータの ID なんですけれども、ここをクリックしますとさっきの DDBJ のページに飛べるので、SRAs の方はちょっと見てくれ悪いんですけど、こっちの割と見てくれのいいという DDBJ の方に飛んでいって、でここから例えばデータを落とすっていうことができるようになっています。そのウィンドウを入れすぎてしまって、他に、生物種とかでも、生物種などでも、検索できるようになっています。これもちょっと今表示が悪いですけれども、プロジェクトの数とあとそのエクスペリメントの数で見られるようになっています。で生物種の方はすごくデータが多いので、データとか種類が多いので、他のは全部出てるんですけど、頭から15個だけ取るようになってます。今統計の話をしてるんですけど、かなり増えてまして、で、ここでスナップショットも、さっきのトップページのスナップショットを上げてあるので、例えば12月30日時点でどうなってるのかなっていう数字がここをクリックするとこう見れるようになるんですけれども、数字だけを示しますと、半年前が4300で、これが3ヶ月前かな、3ヶ月前、2ヶ月前、1ヶ月前、1週間前、今みたいな感じになってますけれども、数字じゃ分かりにくいだろうので、グラフにしてみました。こんな感じですね。この紫のやつがトータルなので、今6300ぐらいだったかな。確かここ合わせてですね、数字が。6578が、ゲノムですね。でこれが一番多いやつでホールゲノムなんですけど、3507ぐらいですね。でなんかこう下であとはごちゃごちゃっとしてて、ここは結構引っ張っちゃってるんで、トータルなしのグラフもちょっとだけ書いてみまして、
ここのホールゲノムを抜きたかったんですけど、ここを抜くとちょっと、これ私昨日1時間で作ったんで、ここを抜くのはちょっと手間だったんで、ごめんなさい、しています。で、まあなんか、ホールゲノムはこうかなり伸びてますね。でここも多分スケールをもっと大きくすると伸びてると思うんですけれども、データがたくさん増えてます。ということを理解してください。で、最後にですね、文献から検索するっていうのをやります。さっきの SRAs のこの統計の下のところにですね、文献から探すっていうのがありまして、クリックしますと、これもですね、私が今日の午前中に1時間半ぐらいでデータを追加したので、かなり反応が重くなってしまいまして、特にこの、これも目的とシーケンサーと、あと、生物種で絞り込めるんですけど、生物種で絞り込みをかけますと、3分ぐらい戻ってこないときがありますけど、そこはちょっと直しますので、ごめんなさいと。で、先ほどご紹介いただいたヘリコスの論文どんなかなと見てみますと、ここでシーケンサーが選べるんですけど、でサーチでしますと、ちょっと待たされまして、これはそんなに待たないと私信じてますが、さっきやった感じだと13件、そんなないか、10件ぐらいでして、で、ご紹介いただいたのがこの一番上に。この表何かっていうと、先ほどご紹介いただいた伊藤さんの論文っていうのは、ここの PMID が2159680で、こういうタイトルでゲノムリサーチの、まあ、11年7月に出ましたっていうのは、この左側ですね。で、データは、この中では DRA000368 っていうデータを参照していて、で、これのデータのタイトルはこんな感じになってますよっていうふうに。なので、実際に文献のあるそのなんか面白そうな文献があったら、これで例えば探してあげて、でそれのデータはこいつなんだなっていうのはこの人でできるようになっています。でこれは割とですね、素データっていうか、とりあえず表にしましたっていうやつなんですけれども、このデータを使ってですね、鎖の子っていうのをこの4月から上記になりました太田さんが3月じゃなくて太田が作りまして、こういう感じになってます。これ例えばですね、ハイポチシアっていうので低酸素って意味ですけど、検索しますと、ここが論文その1ですね。で、今回の場合は論文が2つあるので、論文その2がここにありまして、で実際のデータのがどんな感じかっていうのがこう1枚で見られるようになっています。ちょっとだんだん時間もなくなってきたので、終了ですが。でこれを見ると、その論文の、中身、アブストまで読めますし、あとその実際のデータの、どんな具合かっていうのを見られるはずなんですけれども、見られるはずっていうのはですね、データを登録するときにあんまり実験領域に書いてくれないと、ノーディスクリプションみたいなものがこうありまして、それがこの例なんですけど、本当はどうあるべきかっていうのは、こうさっきの SRS の方に戻ってお見せしますけれども、実験のか、これ今エクスペリメントなんですけど、ハイポチシアについて調べましょうっていうプロジェクトで、でその中にもいくつか、
実験がありまして、例えば MCF7 ハイトキシックトランスクリプトームの、データだったりとか、あと下の方に皮膚1とか皮膚2とか、ご存知の方は分かるかもしれませんけど、こういう実験条件が、変えて、されてるっていうのが、さっきの鎖の子っていうのを使うと見られるようになっています。はい、はい、これで大体時間なんですけれども、まとめますが、今日はSRA っていうデータベース、特にその DDBJ だったり DRA っていうのをご紹介しまして、でそれの統計、統計から検索できる SRAs っていうのと、あと文献とか、俯瞰の鎖の子っていうのをご紹介しました。で、今日見て分かると思うんですけど、そのどれも例えば見てくれはいいんだけど機能がなとか、いろいろ検索はできるんだけど見てくれがなとか、こうなんか良し悪しがいろいろあると思うんですね。で例えばその SRAs とその鎖の子って両方説明しましたけど、なんか一緒に使えるようになるといいのになとかいうのがあったりすると思うんですが、そういうのは今後僕らの方でいろいろ直してバージョンアップを進めていきたいと思いますので、なんかいろいろご要望があればお聞かせ願いたいなというふうに思います。はい、で私の話は以上です。ありがとうございました。